はい、こんにちは、シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎 ZRX1200 ダイグのご紹介させていただきます。こちらの車両はワンオーナー車両となっております。走行距離もまだ若干2049キロと小走行の車両になっております。では早速ご紹介させていただきます。まずフロント周りからですね、ビキニカールの大きな転倒傷ございません。割れもございません。そして、フロントフォークですね、両方ともにじみ漏れもなく綺麗な状態に保たれております。フロント周りホイールの大きなガリ傷、ディスクの大きなヘリ等もございません。綺麗な状態です。そしてエンジン周り、こちらもですね、エンジンガードがついておりますが、こちらにも傷がついていない綺麗な状態になってます。万が一の転倒の時もエンジンを守ってくれる大事なパーツとなってますね。で、こちらはなんといってもマフラーです。フル液のビートチタンマフラーです。こちらもですね、後ほど音の方はご紹介させていただきます。リアのサスペンションがオーリンズのリアサスが内蔵されております。そして、リアですね、フェンダーレスキット、すっきりした仕上がりになっております。そして反対側もですね、こちらもエンジンガードがついております。こちらも転倒傷なく綺麗な状態になっております。タンクの方ですね、大きなへこみ傷の方もございません。ではタンクの中のご案内です。はい、タンクの中もサビ腐食等もない綺麗な状態となっています。ではエンジンの方を始動していきます。はい、仕上がりも良好です。ですね、なんといっても日本人向けに作られたモデルですよね。とても乗りやすい時代になってます。あとは ETC も、ね、内蔵してますので、ぜひですね、高速も楽々に走れる時代になってます。ぜひご検討のほどよろしくお願いします。